おやめください、副隊長殿、剣をお引きください。あばれ副隊長殿。レンジさん、どうしてこんな。もう少し、もう少しだ、もう少しでてめえを助けてやれる。絶対にてめえを死刑にはさせねえ。この冷圧は。朽木隊長。どこへ行く、レンジ。ルキアを助けに行きます。ならぬ。行きます。どうあっても通してはもらえませんか。移動は言わぬ。戦火、回転をかけた特殊な瞬歩で相手の背後を取り、一つで砂血と白水を破壊する。ようやく体がついてこれるところまで来たらしい。朽木隊長、もうその剣で俺は殺せねえ。随分と饒舌だな。何をそんなに私の剣をしのいだつもりか。死ね。もうその剣じゃ俺は殺せねえ。副隊長になってからじゃねえんだ。皇帝13体に入るそのずっと以前から、俺が超えたいと願い続けたのは。名前を呼ばずに残白刀の解放を。まさか貴様。超えさせてもらうぞ。んかい。ヒヒオザビマル、いつの間に挽回など。わからねえさ。あんたみたいに足元を見ねえ人にはな、俺はルキアを助けに行く。通してもらえねえならあんたを切っていくぜ。可能だ。貴様では私に片膝すらつかせることはできぬ。なるほどな、挽回というだけの圧はある。ここまで。ボンザク、目に見えねえほどに枝分かれした千本の刃、この刃たちが舞う際に無数の花が舞い散る様、俺の霊圧で繋いでるんだ。刃じゃ切れねえ。この刃全てかわしただけのことだ。あんたの剣は見えてるってな。幕を引こうぜ、朽木白夜。俺とあんたの戦いにな。幕を引くか。よかろう、私の剣で引くまでだ。幕を引くのは俺の剣だ。波動の33総括炎症8だ。言霊の影響を無視した中級軌道でここまでの威力とは。ちっ、操り損ねたか。甘いのは貴様だ。私が軌道を放ったのは目くらましのためではない。貴様はまだ挽回で戦うには早すぎる。そんなことを分かった上で来てんだよ。爆道の61陸上航路。しまった。まだ私を倒せる気でいるというわけか。挽回。知れ、千本桜影よし。足元より立ち上る千本の刃、その千本が散ることによって生まれる無数の刃を、私と貴様で何が違うのか教えてやろうか。獣の目に映るのは所詮水に映った月まで。あの牙は私に届くことはない。永遠にな。
まだ息があった。まだ俺は戦えるぜ。だが次に動けば容赦せ。私の刃でことごとく塵にしてくれ。違反する挽回の消滅、持ち主の死期が近いことを意味する。それでもなお貴様はルキアを救うなどとざれ言を言うか。手圧で灰になっちまいそうだ。僕も動かせねえ。ダメだ、遠すぎた。当たり前だろ、助けるってな。魂入りだ。朽木白夜より強くか。描くことより破ることの方がたやすくて、解くことより。見事、貴様の牙、確かに私に届いていたぞ。